やっと渡辺店長に味噌立てました。だからいい店にしてきます。渡辺さんとはどれくらいの付き合いですか。もう5年ですかね。5年、はい、渡辺さん若いじゃないですか。なんか期待してることとかあるんですか。まあそうはね、あの彼は行動力があるから、で素直やね、そこはもうぐんぐんから伸びてきても思います。なるほど。伊丹南で早期グループとしては何店舗目になりますか。5店舗目。これからどんどん行きますよ、ね、はい、まだまだ。やっぱり店長をどんどん増やしていくっていうのがオーナーのミッションです。そうやね、まあまあお店を出すっていうのが僕らの仕事なんで期待してます。はい、頑張ります。職人って今日の意気込みありますか。バランスよくバランスよくってなんかこう全体見回すみたいな感じですか。はい、今日は場所的にはどこを入るんですか。今日は邪魔ですか、はい、ガンガン行ってください、はい、今日はお名前は。あ、重装店の中谷と申します。重装店店長。あ、そうです。あ、今日はヘルプで。あ、そうです。はい、なるほど。なるほど。え、なんかこう重装と伊丹南なんか違いとかなんかあったりします。そうですね、やっぱ店の大きさがちょっとこちらの方が大きいんで、ね、なるほど。店長、渡辺店長のことはどういう印象ですか。ですね、僕が店長になった時にちょうど重装店であの社員として働いてくれてたんで、だからもう始まりからほぼ始まりからは一緒なんで、はい、なるほど。頑張るとですね若いですもんね。若いです。どんなこと期待します。もうあのその若さと行動力があるんで、そこをどんどん前面に出していい雰囲気のいい店作りにしていただいたら嬉しいです。ありがとうございます、はい、今日オープンですけど意気込みとか教えてください。意気込みですか、はい、もうとりあえず、自分がこう目標にしてきて、6年間、ずっとこう頑張ってきたことが、ようやくこう形として、出せる、まあ、こう大きな成果を与えてもらったので、それをこうやっぱあの、まあ、来てくださるお客さんにもそうですけど、まあ、従業員も、しっかり還元できるように、していく、していける営業をしていけたらなというふうに思ってます。なるほどですね、はい、なんかこうグループとして伊丹南はこうしていきたいとかって方針はあるんですか。こうしていきたい、グループナンバーワン。ナンバーワン、いいですね、いいですね、はい、それはもう売り上げも雰囲気もみたいな感じですね。あ、そうですね、まあなんかあのまずはどっかしらこの1個のジャンルで、まあ、取っていけたらなっていうふうには考えてますけど、ゆくゆくはなんか全てにおいて、一番っていうところは狙っていけたらなっていうふうに。なるほどですね、はい、なんかオーナーに思うところとかありますか。やっぱり思うところ、まあ、やっぱ人としてなんかもうすごいなっていう、もうすごいすごく単純なのかもしれないですけど、そういうところですね。そういうところですね。わかりました。今日もうすぐあと45分後オープンですけど、頑張ってください、ね。はい、ありがとうございます。できるようになったと思ってるんでね、まあ、ほんまにね、そういう人たちの感謝も
ちろんそうですけど、これからはこうお客さんに対して、どんどんね、こう感謝の気持ちを忘れず、ね、あと従業員にもね、しっかりこう感謝の気持ちを忘れず、しっかりね、